幕を出せますか？あ、え、ネネが喋ってる言葉の字幕を出せばいいの？え、どうやってやるんだろう？あー、字幕？ちょっと待ってな。これ違うわ。これ定規だ。そうな、目の形が難しいね。ねねが描くとね、あの丸くなっちゃうんだよね。まあ愛があればいいや。どういう表情、なんか何だっけ、これ、これも人気だったんだよ、これ。っていうやつ。って顔のラビンもなんか人気だった。で、おっぱいはドーン。おっぱいはドーンですね。で、腰はキュ。おっぱいはドーン、腰はキュ。これはもう外せれない、外すことはできない。いや、これめっちゃ好きなんだけどな、この顔。なんで腕上げてんのっていう風になっちゃうね。でもそうする、そうすると、どうして、どうして今腕を上げているんだい。なぜ、なぜ腕を上げているんだい。片腕は一体どうしたんだい。ま、一旦普通のバージョンで書くか。三つ編みは後で足す。ちょ、今書くともう分かんないようになっちゃうもん。まあ、最悪はアイコンにするから、三つ編みでなくても分からない。遠目から、これくらいで見たときに、え、可愛いなってなるくらいの感じでいこう。ちゃんとね、みんなにもね、これはラミーちゃんですって言ってもらえるようにしないと。俺のラミーのことを、俺のラミーのことを、こんな風に書き上がってって、ゆきみさんに言われないようにしないと。ぶっちゃけ髪を青くすれば、どんなキャラでもラミーにも、本当に？本当にそう思う？本当にそう？そうなのかい？見える？見える？アホ毛でわかる！あ、アホ毛描けばいいんだ。他にアホ毛ついてんの誰だろうって？5期生で言うとネネ以外はみんなついてんだよな。でもさ、アホ毛だから。アホ毛はね、アホに生えてるから、ねえね、天才毛なんだよね、髪の毛。はい、アホ毛。素晴らしい、素晴らしいです。も
もっと欲望を解放していこう。あ、本当にマジねねの欲望を解放したらもうすごくなっちゃうけどいい？え、ダメだよ。え、欲望を解放したらすごくなっちゃうから。ああ、もうねねになってほしいもん、ここは。こうやって。ねねが生えとる。あ、叫び？あ、よいしょ！持たせたい？なんか花咲かせとく、叫ぶんから。飲み終わった後は花瓶にしてんだなって。あ、まあそれでもいいか。花瓶にしよう。ラミー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 ラ桃、桃雪、桃雪雪見がいい、脇酒がいい、桃脇雪にする。桃脇雪見にする。分かった、じゃあ桃脇雪見ね。よいぞ。なんでそんな絵うまいの？陰キャだからだよ。わかるかい？人はやることがなくなると一人で黙々とできる作業に就く羽目になる。つまり、そう、お絵描き。完成！2時間半もかかっちゃった。まあラミ可愛いからしょうがない。おい、いいやん。脇毛じゃねえし。脇毛じゃねえし。後ろから出てるちょろ毛だわ。おいおい、やめろ、脇毛っていうのは。Jack, I want you to draw me like one of your French girls.